日本へ留学してきて2年が経ちました。大学生活にもだんだん慣れて充実した日々を過ごしています。しかし私にとってまだ慣れないことがあります。それはゴミの捨て方です。中国にはゴミを分別するルールはありません。ねえ、ペットボトルを普段どう捨てますか？普段どう捨ててる？いや、そのままペットボトルって書いてあるところに捨ててる。同じ。このペットボトルを捨てたいですけど、このままで捨てもいいですか？普通にペットボトルって書いてあるところに捨ててます。私もそうしてる。ありがとうございます。私はペットボトルのマークが気になり、家に帰って調べてみた。認識マークって言うんだ。ペットボトルのラベルに記されている2つのマークは、ペットボトルとプラスチックの識別マークといいます。ペットボトル本体のペットゴミと、キャップ、ラベルのプラゴミに分けて捨てます。ペットボトルのペットとは、ポリエチレンテレフタレートの頭文字を取ってペットと呼んでいます。へえ、そうなんだ。急転回収？吹田市の場合、ペットボトルは拠点回収となっています。拠点回収とは、公共施設や協力店舗に設置された回収容器にペットボトルなどを持参して入れることです。吹田市にはペットボトル回収容器設置場所が100カ所余りあります。なるほど。ここに持って行けばいいんだ。中国の商品には分別の表示はありません。